まあ、僕もちょっと朗読させてもらいまして、ちょっと15分ほどね、休憩をしたいと思うんですけど、トイレがですね、下ギャラリー、このギャラリー1箇所なので、ちょっと僕が朗読した後15分ほど休憩しますので、下のトイレで、足りない場合はありえると思います。その場合は、このブレーメンハウスを出て左行くとすぐアーケードというか商店街にぶつかりますので、それを右行くとすぐセブンイレブンがあります。それか浅草寺、浅草のお寺の浅草寺の中のトイレ行くかっていう、その3つのトイレをうまく駆使して、あれしていただければと思います。なので、僕が朗読した後、15分ほど、休憩しますので、その間にトイレ行ったり、皆さんの今日のね、自由にもうここはまったり過ごすせる場所ですので、今日のあの推しが良かったですとか、お元気ですかとか、何でも自由にご歓談したり、絵を見たりして1階で萩原哲夫さんのして過ごしてください。というわけで、いつも僕は、時々無茶振りするんですけど、いろいろ歌うたいで、ギターを持った詩人である、樋口三四郎さんが今日来てくださってですね、今下降りていったのはギターを取りに行ってくれてるんですけど、ギターを弾いてもらいながらちょっと、詩を読もうと思います。それで僕が読んだら15分休憩で、その間トイレ行ったり、絵を見たり好きにしていただければと思います。最初に読む詩は、浅草のことを書いた詩を読もうかなと思いますが、まあでも今さんちゃんに無茶振りしたので、それを後にした方がいいかもしれないので、それは後にしましょうか。はい。まずですね、なんか8年ぐらい前に書いた詩を見てみたら、結構これ読んでもいいかなと思うのがいくつかあったので、あれですけど、作家の井上靖の娘さんの黒田よし子さんと、ある集まりでお会いしたときに、この詩いいわねと言っていただいて舞い上がったというか、励まされたというか、でも皆さんにどう伝わるかはわからないんですけど、それをちょっと読んでみます。この今日の場に合うかなという気がしたので。旅人の橋。今も昔も旅人は長い橋を渡るだろう。いずこからいずこへ。傘にはじける豪雨に身をかがめる日も、雪の坂をズボリズボリ登る日も、灼熱のかげろうを揺らめく夏の日も、背にはおのおのの荷を負い、この鼓動だけはやむことなく、もしも少々疲れた時は、この浅草のギャラリーに集っているみたいに、茶屋で一服腰を下ろして、心の窓を少し開いて、隣の旅人と語らおう。そうして旅人たちはもう一度地を踏みしめ立ち上がる。遥かな過去から、数珠の糸で結ばれた今日という日を明日へ、つなぐ一枚の風景画の中にかかるあの橋を僕らは渡ってゆく。はい、どうもありがとうございます。はい、じゃあここで三四門さん、三四門さんじゃなくて樋口三四郎さんですね樋口三四郎さんがね、ギターを持った詩人であり、歌うたいであり、バンドもやっていらっしゃるんですよね。はい、ラジオ、ザがついたよね。ザ、ラジオカセッツ。はい、なんか、タワーレコードで、なんかの1位になってますよね、アルバムがね。はい、アマチュア部門みたいな。の1位、でも1位は1位ですからね。僕買いたい。今日たくさん持ってきてないんですか、CD。あんまりない。あんまりないですか。そうですか。でも気にして、ぜひね、樋口三四郎さんがギターで参加してるザ・ラジオカセット、今話題になってますんで。で、じゃあね、樋口三四郎さん、最初ちょっと2編ほど読みますけど、ちょっと主催者の英語で3編読ませてもらいますけど、
短い1分ぐらいの詩で、はい、ちょっとのね自由にねシリアスめなメロディーでちょっと弾いてもらいます。シリアス静か、シリアスで静かでバーンわけわかんなくなってくるよね。あ、シリアスめでいいや、シリアス、ね、それが結果的にバーンになるというね。ちょっとある時なぜか倦怠感、倦怠感っていう言葉が出てきますけど、じゃあどうしましょうか。はい、弾いちゃっていいですよ。夢の声。秋の夜の旅先にてふらり入った物暗い店で水割りを傾けながら物を思う。ずっと探しているあの瞬間について、カランと氷が合図して、いつしか軽眠していた僕は目を覚ます。血液が体内を巡っている。遠い日の斜面の先に立っている黒い人影よ、あなたはなぜ時を裂くように旗を振るのか。あなたはなぜ時を裂いて旗を振っているのか。うたた寝の夢の最中に響く声。日々の倦怠を金の炎へ投げ入れよ。日々の倦怠を金の炎へ投げ入れよ。ありがとうございます。無茶振りいけますね三四郎さん、さすが三四郎さんですね。じゃあもう一つはちょっと浅草にちなんだ詩を読むので、どうしようかな。ちょっと相談としてはこっち来れます？あ、はい、大丈夫ですか、はい、すみません。そっか、そういう感じであればいいね。浅草ね、僕の好きな作家は浅草が好きで、さっきホオズキイチの話も高尾曽さんでしたかね、ありましたけど、ホオズキイチが好きでっていう話もですね、聞いたことがあるんですけどね。浅草今日来てどうですか。浅草に来て樋口三四郎さん的目に入ったものは、やっぱり揚げまんじゅうじゃなくて、うん、人が多い。人が多い、そうですね。そうしようっていう、うん、そわそわしました。そわそわしました。まあ、なんかね、人間がたくさんいましたね。はい、そういうわけで、浅草でね、じゃあちょっともう静かめなメロディーちょっと聴いてみていただけますか。静かめな、いつも、はい、じゃあブリストのに、あ、いいですね、いいですね、そのまんまいいですね、いいですね、その感じで、はい、じゃあこれ読んだら15分休憩しますけど、はい、今日皆さん本当集まっていただいて貴重なね詩の言葉や貴重なお話ありがとうございます。浅草の詩。お告げの鐘。久々に浅草の老舗の喫茶店アンジェラスに行ったら閉店していた。アンジェラスの鐘はお告げの鐘。もう鳴らないその鐘はやがて記憶の風景に響くでしょう。昭和から平成へと渡る幾度せの無数の日々に訪れた作家は思案にふけりコーヒーカップを傾け、友と友は語らい、恋人たちの手はそっと結び合う。レトロな3階建ての古時計の音が今も聞こえそうな懐かしい空間よ。さようなら、さようなら。時は常に流れ、あったものはすでになく、あの友の面影さえも今はない。今宵は胸に懐かしい異国の風景の塔の中、あの鐘は揺れている。さようなら、さようなら。の先に新しい日は訪れ、
あなたの思いを超えたある日、会津の鐘は冬の澄んだ青空に響くでしょう。その日が早くても遅くてもいい。私は物語の合図を待つ。今日もそっと目を閉じる。ギター樋口三四郎さん、ありがとうございます。いや本当にね、いろんな言葉を集めていただいてありがとうございました。15分休憩した後もね、素敵な詩人さん出てきます。さんちゃんのね、歌と朗読のライブとかもねあったりするんでですね、15分休んで、トイレはについてはさっきのあれなんで、自由にあれが良かったですとか、こんにちはとか、お元気ですかとか、自由にゆったり過ごしてください。第1部ありがとうございました。15分休憩します。受付まだの人はね、ちょっと受付だけでねと思いますっていう、これ僕の本気になる人は1冊だけ持ってます。はい、はい、それ以上です。どうもありがとうございました。はい。